俺たちのジャパンへようこそ。皆さんはボランティアに参加したことはありますか？参加するための時間がなかったり、どんなボランティアに参加できるのか情報が十分にないなどして興味はあったとしても、実際に活動するのは難しいという人もいるかもしれません。見知らぬ人たちが困っている時に手助けをしたいと思っている人は8から9割に上るという統計もありますが、実際に手助けに踏み出している人の割合はそれよりも低いんだそうです。意欲があったとしても行動に移すことができないという場合もありますよね。しかし、社会の役に立ちたいと心から思う気持ちで一歩踏み出せば、大きな社会現象を生み出すこともあります。今回のお話では、海外でボランティア活動を行った日本人の留学生が、その土地で大きな注目を集めることになります。彼の行ったことは、ゴミ拾いという誰にでもできることですが、その小さな行動が地元の人たちの心を動かします。そんな日本人の留学生のストーリーを外国人の目線から語ってもらいます。ぜひ最後までご覧になってくださいね。僕はイタリアのナポリの町に住んでいる、タバコとコーヒーを愛する大学生だよ。お気に入りのカフェに1日に何度も足を運んだりする時もあるんだ。日本では喫煙所を利用する人が多いって聞いたことがあるけど、僕にとってカフェはそれに近い感覚だな。落ち着ける空間でくつろぎながら気分転換する。僕みたいにお気に入りのカフェを持っているイタリア人は結構多いんだよ。美味しいエスプレッソを飲みながら一服するんだ。さっと気分転換することがいつでもいい気分でいられるコツだと思う。今も大学の授業を終えてカフェで休憩しているところなんだ。これからとあるボランティアに参加する予定なんだ。ボランティアっていうといろいろな種類があるよね。募金活動、環境保全活動、高齢者、障害者、子育て支援、まちづくり活動、防災、災害の被災者支援活動などが一般的かな。オリンピックでもボランティアの人たちが活躍したりしているよね。単にボランティアって言ってもいろいろな種類があるから、調べてみたら意外と興味が持てそうなものが出てきたりする場合もある。活動をしていると社会に貢献しているという実感を得ることもできたりするし、学生時代にボランティア活動に取り組むと就職にも有利になるって言われている。僕は自分の行動で誰かが少しでも良い気持ちになってくれたらいいなっていう思いでやっている感じかな。大学で会う人たちとは違った考えや年齢の人たちと触れ合えるっていうのも魅力かもしれない。こうした出会いの中で今後の人生にも役立つ人脈や価値観が生まれることもあるし、他ではできない体験が待っているかもしれないよね。なんて説明してみたりしたけど、僕はボランティアなんてもともと全く興味なんてなかったんだ。むしろ時間の無駄だし、働いているのにお金ももらえない、そんなことをやっても意味がないなんて思ってバカにしていたくらいだ。そんな僕が今こうして自分の時間や労力を使ってボランティア活動をしているのにはきっかけがあるんだ。どうしてそうなったのかっていう話をするから聞いてもらえたら嬉しいな。まず僕が参加しているボランティアは、さっき挙げた例の中では環境保全活動に分類されるものだ。簡単に言うと、ナポリの町のゴミ拾いをしている。ナポリの有名なことわざに、ナポリを見てから死ねという言葉があるくらい美しい町だ。美しい海には太陽が輝き、温暖な気候と陽気な人々が集っている。
そして食べ物もとっても美味しい。まさに世界に知られるイタリアのイメージそのものと言えるような素晴らしい街だ。しかし、日本からやってきた留学生の取った行動で、ある波乱が起こったんだ。彼は憧れていたナポリの街を実際に目にした時に、期待通りの美しい街並みに感動したと同時に、街に捨てられているゴミのひどさに心を痛めたそうなんだ。ナポリが大好きだから、ゴミで汚された姿を見たくないんです。という彼の発言を聞いて、僕は大いに感銘を受けた。かなり耳が痛い話なんだけど、その日本人留学生はタバコの吸い殻があまりにもたくさん捨てられている様子に衝撃を受けたっていう。僕も前は当たり前のように歩きタバコをして、吸い殻は道に捨てていた。ボランティアで出会った日本人の友達にこう言ったら、信じられないっていうような顔をされたことがあるから一応言っておくと、イタリアではこういう感覚は結構普通だと思っている人が多い。家の中はもちろん綺麗に掃除をするよ。でも自分の領域ではない場所は特に気にしないという感覚なんだよね。そんな考えの国民が住んでいる結果、素晴らしく美しい国でありながら、ゴミ問題ではヨーロッパでも指折りの後進国なんて呼ばれてしまっている。街をきれいにしようなんていう意識自体が低いんだ。吸い終わったタバコが火を消されないまま当たり前のように路上にポイ捨てされることだってよくあることだ。僕がタバコやゴミを捨てなくても他の人が捨てるんだから気にしていたらキリがないじゃない。だから僕一人がどうにかしようとしても意味がないって思うんだ。もちろんいろいろな都市でゴミ問題への取り組みはされているけど、みんながこういう考えだからうまくいったっていう話は聞いたことがなかった。もしあなたがイタリアにやってきてこんな状況に出会ったらどうするかな？何をしても意味はなさそうだから諦める？それとも諦めずに何とかしようって考えるのかな？僕にとって未だに信じられないことだけど、日本からやってきた留学生は諦めなかったんだ。一人で黙々とゴミ拾いを始めたんだよ。恥ずかしいことに、初めは彼をバカにした人も多かった。かっこつけたいのかとか、嫌味のつもりかという人もいたようだ。あとは単純に何をしているのか不思議に思う人も多かったみたいだね。だってイタリア人はゴミ拾いなんて考えたりしない。外国人が何か変わったことをしていると思って興味を持った人も多いんだろうね。それでも日本人留学生はゴミ拾いを続けたんだ。そうしているうちに彼の行動に賛成する人たちも増えてきた。新聞、ラジオ、テレビなどで数えきれないほど彼の活動が紹介されたんだよ。ナポリから東方にある都市のモルフェッタ市の市長までやってきて、一緒にゴミ拾いをしたりすることもあった。これはもう日本人がイタリアで社会現象を巻き起こしたって言ってもいいほどの出来事だよね。今まで様々な都市が解決しようとしてもどうにもならなかった問題が、たった一人の日本人の行動で多くの人を動かしたんだよ。もちろん日本人留学生は留学の期間が終わったら日本に帰ってしまう。ずっとナポリの街にいるわけじゃないんだから、彼のできることなんて限りがあるだろう。しばらくしたら彼のことなんてすっかり忘れてしまうのが普通だろう。そんな状況にもかかわらず、ゴミを拾っていた彼に心を動かされる人は多かったんだ。今でもナポリの街ではゴミ拾いのボランティアが行われていて、僕もそれに参加している一人だというわけなんだ。僕はこの件について信じられない奇跡のような話だと思っている。
町にゴミを捨てることを何とも思わなかったイタリア人がゴミ拾いをしているんだよ。日本人がナポリの町に住むことで予想だにしないことが起こったんだ。仲間内では、こんな奇跡が起こったのは日本人が暮らしたせいだってみんな口を揃えて言っている。日本人の民度は本当に素晴らしいと思う。彼はナポリを変えてやろうなどという傲慢な気持ちから行動したわけではなく、ナポリの町が好きだからという理由でゴミ拾いをしたそうなんだ。そんな謙虚な思いにみんな心を動かされたんじゃないだろうか。自分の故郷ではない場所をここまで大事にしてくれるなんて本当に素晴らしい人だと思う。僕だってナポリの町が大好きだよ。何かできるのならもちろん喜んでやる。でもそういったことを損得を考えず、イタリア語がそこまで得意ではなかったという若い学生が率先してやったっていうのには本当に頭が下がる思いだよ。僕もゴミ拾いに参加するようになってから意識が変わったと思う。ポイ捨てなんてしなくなったし、タバコだって吸っていい場所でしか吸わなくなった。ナポリの街を尊重することを学ぶことができたと思っているよ。あんなに気にせずにゴミを捨てていた僕がこんなボランティアをするようになったなんて、たまに自分でも不思議に思ったりするけどね。これからも日本人留学生の教えてくれた考えを大切にしながら、美しいナポリの街を守っていきたいな。実際に日本人留学生が掃除をしてる姿を何度か見かけたことがあるよ。あの日本の青年はただただナポリを愛していて、愛する街が綺麗であってほしいと願ってるのが分かったよ。そんな素晴らしい彼の人柄を本当に誇りに思う。日本の街はとても綺麗だから、そんな国の人からしたら汚く感じたんだろうな。日本だと路上でタバコが吸えなくて、代わりに小さな喫煙スペースがたくさん設置されているんだよね。道路は公共の場だとしてちゃんと尊重されているんだよ。ナポリの街は外国人が観光に来るような場所はまだ綺麗だけど、ナポリ住人が多く住むベッドタウンの方は極悪な状況でニュースにもなってしまっているほどなんだ。道路がゴミだらけで車がなんとか走れるような状況だ。ナポリを見て死ねと言われるほど美しい街並みが、ナポリを見ると死ぬなんて言われてしまっているんだよ。お願いだから日本人に住んでもらってなんとかしてくれないだろうか。日本人はもともと清潔好きだからな。日本の街が綺麗なのは日本人の自立性や教育も関係あると思うよ。中国なんてゴミ箱がいっぱいあるのにポイ捨てしているんだぞ。街の通りにゴミを出したり、路上にゴミを捨てても良いと認識しているくらいゴミが多いんだ。ゴミ収集に携わる人の仕事を奪ってしまわないようにくらいの感覚でおおらかにゴミを捨てているんだよ。世界一清潔な国といえばシンガポールが有名です。国を挙げて環境対策に取り組んでいるため、ゴミのポイ捨てと指定場所以外での喫煙が罰金の対象となっているほか、いろいろな罰則があることはご存知の方も多いと思います。ただし都市部では至るところにゴミ箱が設置されているため、どこにいても比較的すぐゴミを捨てることができます。日本では都心でもゴミ箱はほとんど見かけないですよね。環境に関わる問題もそれほど厳しく決められているわけでもありません。それにもかかわらず道路がとてもきれいでゴミが落ちていないのはなぜなのでしょうか。
それは日本人のほとんどがゴミを持ち帰るのは当然と考えているからではないでしょうか。今回のお話で聞いた通り、イタリア人はポイ捨てや歩きタバコに対する罪悪感をあまり持っていないようです。世界的に有名な観光地のある国のため、ゴミ箱や清掃員を増やしたりするなど環境には力を入れているようですが、悪臭や虫害などの問題が起こったり、観光客の足が遠のくなど深刻な問題となってしまっている都市も多いようです。ゴミの増えるスピードに回収が追いつかないため、ゴミが溢れてしまっている都市もあります。回収車の巡回数を増やせばいいと思う方もいるかもしれませんが、回収車に乗る時間を増やされたことで公務員が一気にボイコットに走ってしまう可能性もあるため、簡単に増やすことはできないようです。国によって当たり前が違うことは珍しくありませんが、私たちが公共の場所をみんなで清潔に保とうとするのは当たり前だと考えるのは、海外にも誇れるような文化なのかもしれません。これからも清潔な国と世界に言われるような日本の常識を伝えていけるようにしたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ、皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら、高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。